んにちは、しほです。今日はたった5分でできる簡単しほメディテーション五感瞑想を皆さんと一緒に始めたいと思います。私にとって瞑想とは、頭の中にある考えや心にある感情から意識を外して、それ以外の無意識のものに意識を向けていく、そんな時間です。初級編の五感瞑想は、目、耳、鼻、口、触覚、五感に意識を向けていきます。今日はその中の目に意識を向ける瞑想です。早速始めたいと思います。瞑想では静かで集中できる部屋を選んでリラックスして座ります。座り方は座禅でも椅子でもどちらでも大丈夫です。その時にお尻にある座骨2つがしっかり安定して、仙骨が立つと上半身が安定します。座禅をする方はお尻にクッションなどちょっと高さを持たせると骨盤が立って楽に座れると思います。どちらの姿勢にしても無理のないように、自分の状態が安定したらゆっくり目を閉じます。今ここの時間、そして場所に感謝をして、瞑想に入る前に4-8呼吸を行います。口は閉じて、吸う息、吐く息は鼻から行います。体の力は全部抜いて4秒吸います。8秒吐いて、吸って、2、3、4、吐いて、1、2、3、4、5、6、7、吸って、吐いて。吸って、息を止めて、吐きます。吸って、1、2、3、4、息を止めて、3、2、1、吐いて。吸って、止めて、吐いて。今度はリラックスした自分のペースで、吸い息、吐く息、均等に呼吸します。一度目を開けて、目に意識を向けます。私の目を見るのではなく、見られてる意識を持って、思いや考えから意識を外して、見られるという意識に集中しながら、そのままの意識を持ってゆっくり目を閉じます。呼吸止めないで繰り返して、見られることによって受け入れるという意識を受け止めて、その感覚からゆっくり息を吸い込んで、息を吐きながら体をどんどんリラックスさせていきます。身の感覚から息を吸って、吐くたびに力を抜いて、
自分の中にある心地いい感覚に気づいて、その感覚を味わいながら胸の前で手を合わせて、ゆっくり目を開けて、ありがとうございました。いつも気にしているものから意識を外して、無意識の中に意識を向けると新しい感覚に出会います。今日も穏やかでポジティブでありますように。しほでした。